TV is in progress!見事な、コールトゥーウィンでした。感想をお願いします。まずは、コールトゥーウィンですね、できて開幕戦ぶりの優勝を達成することができて本当に嬉しいです。チームの本当におかげだと思ってます。ありがとうございます。スタート前から、描いていた、シナリオ通りに逃げられたと思うんですけど、その肝は何だったんでしょうか。そうですね、オートポリスは抜け出せない人なんで、スタートを決めて、よしよし、防ぐとか防いでいれば、おのずとずっと独走できるかなと思ってたんで、本当にその通りになって、スタートは、ある程度決まったんですけど、で1コーナーをブロックラインと2コーナーをブロックラインで取って、そこからは普通に走ることができて、どんどん差を広げることができました。今日で3戦終わり、3戦中2勝と絶好調の自動車選手ですけれども、残りのレースこの後続きますが、どんな戦いをしていきたいですか。もうズバリ全勝ですね。やっぱり、今のところ、藤井戦は着順は1位だったんですけども、なので全部1位で帰ってこれとはいるんです。次戦のスゴ以降もずっと1位で帰ってきて、全部賞金を勝ち取っていきたいですね。ありがとうございました。おめでとうございました。えぐみの雨、残念ながら来ませんでした。どうでしたか。そうですね、ちょっとグリッドついてる時に、ポツポツ来てたのでちょっと期待はしてたんですけど、残念なことに雨はなく、そのドライブレースになりました。そんな中でも、ジェットコースターで、オーバーテイクを見せたりとか、アグレッシブなレースができてたんじゃないかと思うんですけど、ご自身で振り返っていかがだったでしょうか。はい、そうですね、まず落ち着いてレースやることを思うと心がけていて、チームの皆さんと話をしていて、しっかりやっぱポイントは持ち帰りたかったので、オートポリスのコースの特徴的にやっぱりスタートで行かないと結構そこからのオーバーテイクっていうのは厳しいコースではあるので、なのでかなりスタートは集中して行きました。その結果なんですけど、スタートで、3台ですかね、抜けまして、で、そこから、ずっとシングルで走ってはいたんですけど、ちょっとペース的に後半きつくなってしまいまして、1台抜かれちゃいましたけど、本当にクリアにいいレースができたのかなと思ってます。接触なども、レース中なかったんでしょうか。そうですね、ちょっと触ったりっていうのはもちろんあったんですけども、そんな本当にへこんじゃうようなそういうことはなくて、前に当たったりとかそういうのがなく、ちょっとこう後ろの方で触ったりとかっていうことはあったんですけど、車も傷もなく、無事に戻れましたので、そこは本当に、メカさんのためにもチームのためにも無傷で車を戻せたのが良かったかなと思います。次のスゴーに向けて、意気込みをお願いします。はい、スゴーは本当得意なコースですし、去年開幕戦も優勝できてますので、ちょっとここからちょっと時間空きますけど、まずしっかりとスゴーに向けても準備をして、去年と同じようにやっぱ優勝という形で終わりたいので、しっかりとチームとこれから、車作りに向けて、また、準備したいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、決勝レース終了しました。はい、レースを振り返ってください。なんか大変なレースでした。楽しくてポイント取れるとこまでは順位ね上げれたんで良かったんですけど、スタートから2個ぐらいかなポジション上げて、でその後はちょっと2、3周したところで1台の車抜いたんですけど、その後はもう本当に後ろから来る車を抑えるのが一生懸命で、ただ彼がすごいフェアにレースしてくれたから、要所要所抑えてて順位は守れたかなって感じで、そのポイント取れたことは目標としてやってたんで、とりあえずは良かったんですけど、内容っていうかレース展開とか速さを考えると、もっともっとどうにかしていかないとちょっと他メーカーに対して厳しいなっていう気もしてます。これで3戦連続のポイント獲得だと思います。今年は安定したレースができているという実感はありますか。結果ね、そうなってるんであれですけど、実は
自分はいつでも一歩でも前に一歩でも前にと思って走ってますし、まあ、メカがそれぐらい戦闘力ある車、安定して戦闘力ある車を作ってくれてるおかげかなっていうのはやっぱあるんで、まあ、そのレースの展開は順位はその時その時の展開で変わっちゃうんであれですけど、まあ、まず予選でポイントを争える車を作ってくれてる、まあ、チームメカに、感謝してます。次のレースは、スゴーですけど、スゴーでの目標を教えてください。そうですね、もちろんポイントは取りたいんですけど、もうちょっと前の方で表彰台争いだったり、もちろん優勝争いできるところまでちょっと押し上げていけたらなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。